四天王寺はッソとは、大阪市の史跡南馬宮跡にて開催される祭り。和祖は現代韓国語で、北を意味する。古代と出会った南馬宮を舞台に、東アジア諸国と日本の交流を再現するという、設定でパレードなどが行われる。パレードは、朝鮮半島出身である、ブネや目のヒボコだけではなく、元人など、時代も地域も超えた、トライ人に扮する。 参加者が、参加者たちが、朝鮮の伝統音楽に合わせて、現代韓国語の、ワッソ、ワッソ、の掛け声と共に船団りを弾き、巡行する。これを、聖徳太子など古代日本人に噴した参加者がで出,出迎えるというもので、浜村淳、アンミカ、渋谷天外、青芝福をはじめ関西の著名人たちが参加している。現在は、関西財界を中心に、 NPO 法人を創設し、日韓だけではなく、東アジアの古代交流を再現する大阪の祭りとして、毎年11月に開催されており、明石書店の中学校の日韓歴史共通教材にも取り上げられている、日本語、ワッショイの語源は古代朝鮮語、バッソであり、古代朝鮮人が日本に到着して、バッソ、バッソと喜んだのが、日本の祭りの起源であるとの俗説があり、 それが、四天王寺ワッソという名称の由来ともなっている。しかし、古代朝鮮語はほとんど解明されていない上に、ワッソという形態が使われ始めたのは16世紀以降である。このため、古代朝鮮語のワッソが日本のワッショイの語源であるとする説には、言語学的根拠が欠けており、学術的価値のない民間語源の一つに過ぎない。また、 自民族優越主義に基づいた韓国起源説の一つであるとの批判もある。しかし、テレビ、新聞等では、ワッショイの語源はワッソであるという俗説が事実であるかのように報道されることもあり、日韓の歴史教材にも取り上げられている。ありがとうございます。